スモを感じられなくなった浪士とシオンを気にかけながらも魚介級へ。そこで待ち受けていたのは強大なサイコキネシスと視界の蝶を操る地妖精パピヨンのスペクター。苦戦の末辛くも勝利を収めたムーではあったが、死をも恐れぬスペクターたちの実力は、第5の球四死球へと急ぐムーは、その途上スペクター3体の亡骸を吐き、鋭い斬撃、極度の低音、そして銀河も砕ける大規模なエクス、それぞれ特徴的な攻撃により絶命し、さらにサープリスを剥ぎ取られた奇妙な亡骸にムーは不安を。一方その頃四死球ではレオのゴールドセインとアイオリアと自腹性ワームのスペクターライミの戦いが。アイオリアは地中より襲いかかる伸縮自在のワームズバイントに惑わされ、一旦は身動きを、最後には実力の違いを見せつけ必殺のライトニングプラズマを持ってライミを。しかし戦いの隙をついて処女球に向かったスペクターたち、アイオリアは彼らの放っていた懐かしいコスモ、スペクターの後を追い四死球に到達したシリュウにアイオリアが語る恐るべき真実とは。アイオリア、シリュウ、アイオリア、スペクターたちは6人ほど倒した。何人かは次の処女宮へ向かった。そうか、しかし6人も片付けるとは、さすがアイオリアだ。よし、俺はこのまま後を追う。待て、シリュウ、ちょっと気になることがあるんだ。気になることとは？処女宮へ向かったスペクターたちの中に俺たちの知っている人間が混ざっている。何？俺たちの知っている人間が？それは一体？サンガ、カミヤ、シュラ、シャカはこの3人をできることならば巨階級で食い止めたかったに違いない。だがおそらく処女級にて退治してしまったであろう今となっては、シャカが死を決意した。そんな予感がするのだ。まさかあくまで予感だ。後を追うぞ、シリュウ。この処女級までよく来た、スペクターの諸君。私の顔こそ引導代わりだ。迷わずあの世へ行きたまえ。何をこしゃくな。たった一人でこれだけのスペクターを抑えきれるつもりか。天魔降伏。うわ。さて、見ての通り、お前たちを監視していたスペクターの雑魚たちは全て片付けた。これでもはや心配いるまい。さあ、今こそ本心を打ち明けてくれ。私たちの本心。そうだ、こいつらがいては語れなかったであろう本当のことだ。ならば言おう。アテナの首を取ることだ。そうか、お前たちほどの男、決して心からハーデスの軍門に下っているのではない。心の底では私たちに言えぬ何かがあるのだろうと思っていたのだが、これではっきりと私の心も決まった。この釈迦の一命をかけ、今こそお前たちを撃つ。処女宮をこれ以上血で染めることは
アテナに対して恐れ多い。三人とも私についてこい。どこへ行く、シャカよ。死に場所さ。何？このシャカの一命をかけ、今こそお前を撃つ。よかろう。自ら定めた死に場所へ間違いなく葬ってやるぞ。レディーオン。入れろ。やっ、やっ、やっ、入れろ。次は私が相手になる。レディーオン。
それだけ。無駄なく。残念だが、お前の戦いもここまでだ。レディの釈迦最大の奥義天部法輪。すでに知っているように、天部法輪は弘法一体の先人。この天部法輪にかかった以上、もはやお前たちは攻めることも逃げることも不可能だ。このままではもはやお前たちに勝機はない。私を倒すため、お前たちに残された唯一の方法は、もはや、あれ以外あるまい。何？あれとは。まさか。そうだ。かつて、大いなる昔、アテナによって禁じられたゴールドセイント究極の影の東方。
アテナエクスクラメーション。アテナエクスクラメーションだと。バカな。アテナに禁じられたゴールドセイント究極の影の東方を。あれは、あれだけは。もはやハーデスの戦士となり下がったお前たちが何をためらっているか。やるやらぬはお前たちの勝手。私は関わりなくお前たちの五感を断ってゆくまでだ。おお。そうか、社会を。ならば望み通りアテナエクスクラメーションをくれてやろう。待て、サガ。アテナエクスクラメーションは、アテナエクスクラメーションをやってしまったら、いかにこの場の勝利を収めたとしても、俺たちはもう二人とも、お前たちにも分かっているはずだ。このサラ掃除の縁に入った時から、シャカは我々に勝つつもりではなく、むしろ死を望んでいることを。あのサラ掃除の下においてシャカは、今その命を閉じようとしているのだ。アテナエクスクラメーション。ゴールドセイントが三位一体となって放つこの技は、究極まで高めたゴールドの攻撃的コスモが一点に集中するため、その破壊力は小規模ながら宇宙創造のビッグバンにも匹敵する。故にそのあまりに凄まじい破壊力のため、神話の時代よりアテナに禁じられた究極の影の東方。そのアテナエクスクラメーションを放ち、シャカを撃つ。シャカ。シャカよ、お前は本当に死ぬ気か。シャカ、待っていろ。今このアイオリアが火星に行くぞ。待ちなさい、アイオリア。サラ掃除の縁に入ってはいけない。バカな、何を言っている。シャカがみすみす死ぬのをこのまま待っているというのか。あなたにはわからないのか、シャカがそれを望んでいること。シャカよ、今から望み通りくれてやる。アテナエクスクラメーションを。ようやく悟ったか。だが少しばかり遅すぎたようだ。あと一撃でお前たちの五感は全て消え尽くす。私がこの数珠を振るう前に殺さねば、お前たちの全てももはやた心して仕掛けてこい。分かっているとも。心置きなく涅槃へ旅立て。シャカ、お前の死は無駄にはせん。
分。どうしたサンガ、一体何を見ている。シャカ、バカな、ビッグバンに匹敵するアテナエクスクラメーションを受ければいかなるものも塵一つ残さず消滅するはず。なのにこれは一体。花が咲き、そして散り、星は輝き、いつか消える、こそして大いなる大宇宙さえも、いつかは死する時が来るのだ。人間の一生など、それらに比べれば瞬きほどのわずかなものであろう。そのわずかなひとときに、人は生まれ、誰かを愛し、誰かを憎む、笑う、涙し、喜び、悲しい、そして最後に死と永遠の眠りに包まれる。指ににじんだ血で花びらに何か書いている。血文字で自制の句を。ならばせめてもの情け、この修羅が解釈を。風よ運べ、アテナのもとへ。やるべきことはすべて終えたか。ならばごめん。やはり釈迦はすでにあの時消滅していたのか。あの血文字の自制の句を書き記すために、魂がこのサラソウジュのもとまで。釈迦、すまぬ。今こそ真実をお前にだけは打ち明けよう。我々はお前の魂に誓って、決して。司会の女王フェアリーか。未だ我々の監視は解かれていないということか。どけ、うん、立て、立って、釈迦にしたように三人一度に仕掛けてこい。今度はこのアユリアが受けてやる。さすがアイオリア、恐るべきパワーだ。眠れる獅子が怒りに目覚めたか。ライトニングボルト、ないい
ぜ邪魔をする。話せ。アイオラ、彼らは釈迦の天部降臨にかけられてもはや廃人も同然。そんな者たちをあえて撃たなくてもよいのではないか。釈迦がなぜ死んだのか、そこにはもっと深い意味が隠されているような気がするのだ。ムー、お前のセリフは聞き飽きた。もはやどんなことをしても俺を止めることはできん。アイオリア、思慮深いことは結構だ。しかし目の前で仲間が殺されているのを見て何の行動も起こせないような奴はもはや男として認めん。アイオリア、やはり無駄か。問答無用。釈迦の仇、ライトニングプラズマ。アイオリアよ、私もできることなら釈迦の仇を打たせてやりたい。だがまだここでお前にやられるわけにはいかんのだ。我々に残された時間はあと4時間余り。それまでにたとえ這ってでもアテナの元へ行かねばならない。それを阻む者はたとえ誰であろうと釈迦のように殺して通るまで。面白い。ならばこちらも言おう。もはやお前たちはここから一歩も進むことはできぬ。ここで皆殺しだ。見ろ、勝手に天下月を出てきたのか。問答無用。くらえ、真空の衝撃。貴様などこのミロの敵ではない。15発などと悠長な。俺なら一刀のもとに切り伏せる。レディーゴー。消えろ。
無駄なことです。無駄なことです。
無駄なく。我慢できん。俺がやる。レディーアウ。それだけ。無駄なこと。無駄なこと。残念だが、お前の戦いもここまでだ。レディーアウト。やる。まだ終わらない。そうはいかん。このアイオリアに勝てると思ったか。言ったはずだ。我らに残された時間はあと4時間余りしかない。どんな手段をもってしても釈迦のように殺して通るとな。一体こいつらのどこに戦う力が残っているのか。何？三位一体の。あの構えは。あ、サラの花びらに血文字が。これは釈迦が私に託した。わかりました。
あなたの死の意味が。そして今こそ私の覚悟も決まりました。